さあかやさんよろしくお願いします。リンクね、リンクのボムをねどう処理するかなんですよ。ガチでもうボムつらすぎる。待て、ゼロパーまずいよ。待て、ゼロパーまずよ。しよしよし、もう 15% 当てればもう安心できるんか。可能のすごいところ、ここからもうバーストいきますからね。もう 34% とかもうバーストいけない。いけるで俺は。よし、決めてやる、決めてやる。うっ、あ無理やった。あれ逆やったらいけるんですけどね。今のレッキーキャンしたけど意味なかったか。というか、なんで今の間に合うの。クラウドバリの後付けはなさ、つらいな。はい、まあちょっとね、今のは今の飛び道具を消すのが最善かと思って。来たよ爆弾、謎の。あ、ラッキー。あれね、謎判定と謎、ちょっとその一段止めとかある。やめて、後ろにステップ踏むと思ったよ僕は。痛い、死なんかってよかったけど。ウェビウェビ、おら分かってるぞ俺は。分かってるんだ。あーれー楽しいなあ。死んだけど、いやいいね、ゲッター。あいドーン、うわヒットストップしたのに、そう悔しいな。ゲット、これも俺のもん。うえやばいやばい、横スマッシュ当たっちゃった。これはまずいた、あやばい。おお、えそれは確定じゃないと思うけど、俺の反応不足。よしラッキー、つかめドン。あー引き押してくれやんか。ウェイキョーマスター、ナイス。えこの試合すごい、この試合すごい、俺うまい。ジャンプ、あー死んだ。待て、くしゃみ出そう。まあ死んでしまいましたけど、まあそういうこともあるということで、はい。あ今のヒットストップで、ね回避も軽い予定やったけど、軽やんかったわ。くそ、やっぱりね空中後ろのエイムが悪いんかもしれん。僕は絶対それある、マジでエイム悪い。エイムよかったら多分倒してるもんね。なんていうかね、ゲット、投げた、フリして、フリじゃないけど投げましたけど、あミスった。今のつかみでよかったね。よし、うぅ当たらんのさっきの、当たらんのそれ。オッケー、来たね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 。楽しい。さあ大輔さんよろしくお願いします。昨日ね、タミスマアマチュア杯にね、まあ、出ようと思ったんですが、まあ、出れへんかったわ。出たんやけど、通信ちょっとね悪くて、まあ、不戦敗ということでね、まあ、本当に配信いろいろね来てもらったんですけど、マジで申し訳ねえということで、ほんまにごめんなさい。あ、オッケーナイス。いやーね、久々のために住まいと思ったんですが、多分スペシャルはね、ガノンファルコンファイかな、出たのは。それ以外出た記憶ないんだけど、前作はまあまあ出たんですよね、僕ね、タミスマで。久しぶりにね、まあ、サメキさんの声を聞いてね、配信待っとったんですけど、いや、出れんかったわ。サメキさんには結構ね、昔ね、お世話になってね、まあ、懸垂の心得とかを、いろいろ教えてもらった頃があるんですけど、ね、またサメキさんに筋トレでも教えてもらおうかな。まあ、あんまりもうね、忙しそうやからね、あんまりもう、前作みたいにね、喋ってもらう機会はあんまないと思いますけどね、懐かしいということで、まだね、次のタミスマ、なんかあれば出ますのでね、よろしくお願いします。ちょっとね、大会もちょっとね、活発的になっていきたいですね、さすがに、まあ、スマブラ、YouTuber、ずっと VIP、ちょっとまあ、マンネリ化するんでね、ということで、まあ、若干、スマメイドもね、ちょっと、まあ、後付け実況になるけれども、まあ、やっていこうかと思ってます。まあ、後付け実況でいいっしょ、ぶっちゃけ喋りながらよりも、黙ってやった方が俺強いしさ。まあそこをちょっと解説するというか、まあ、ラリホンの解説なんかね、まあ当てにしてあかんないけどね。ということで頑張っていこう。100 N でやられましたけれども、残り1ストックやと思ったら僕は2ストックあるんで余裕、これはいけますね。つかめ、つかめやんの今の。さあ空中前食らったけど、喋れない、何も喋れない。これどうしようかな。待って、何もできない、やばい、何もできない。これはエンペラータイムですか、これは。はい、え今俺空中前来た。これメティオでもいいから来てほしいな。来てくれや、何も始まらんもんでさ、バーン。まあそれは分かった。うわっ、ハギじゃあ、あーもう、おー楽しいこのゲーム。
しい楽しい。あ、当たれよそこは。あ、うまっ。あー、ダウンレうまいな。ジャスガノンしたかった。来い勝負や。はよ、はよ押し。バーンバーンバーン。くそ、はよ押し負けていくと。あ、いいね、そっちか。さあ、長い、負けたくない。よしよし、勝つのがこんなに気持ちいいとは思わなかった。さあ、ほんまゆうまさんよろしくお願いします。どういう名前これは。なんかすごいね、ほんまゆうま、本名これ、まあ、ほんまっていうね、名字もまああると思いますけど、あー、今の内側上がり読みのね、あの横スマやったんやけど、踏みつけ惜しいね。踏みつけで横スマはナンセンスかね。もうちょっといいのあるかな。怖い怖い、ちょっとほんまユーマの崖怖い。ほんまユーマの崖がやばい。おら怖えー、まずい。まあ、なんとかなんとか意味のない列挙したけども、よし、ここ、いやー、普通に崖掴むと思わんかった。耐えたけど、耐えたん、でかいね、でかいけど、上スマかなこれ。いやー、上スマ返しね、なるほどね、上スマ返しね。そう、84倍だ、ほんまに上スマで落ちんでくれると思うけど、くれる。ジャンプ見て、よしよしよし。二段ジャンプアーマーがあるけども、最頂点の方はねアーマーがないんで、まあ、ジャンプで待って、まあ、そこら辺でなんか技を合わせる系は結構通用するんで、そこら辺は結構要チェックやということで。あああ、あ、ラッキーラッキー、帰ってこ、帰ってくる。なんで今のは死ぬよ、普通今のは死ぬやつなんですけども、怖っ、すごいね今の今の帰ってくるのすごいね。よし、まあやっぱね、崖をね掴んでくる容姿はあんまりないと思うんでね、ああいう感じで張るのがよろしいと僕は思います。怖いな、あ、突っ込んでこなかったね。あー、ジャンプしても結局死ぬか今のは。今のはもうね、あそこであの復帰ルートやんな、僕の負けということで。やばい、まずい、うわっ、やばい、ベロン、よし、掴んで、そっちね。あー、まあめちゃくちゃ判定もさすがにあれでは仕事してくれないんでね。あっ、あっ、なんとか。さあ、寿司さんよろしくお願いします。今日の昼飯は寿司でした。もちろんもちろん寿司でした。ご覧ください、こっちです、魔人拳。はい、まあ、今のはね何読みでもなく感覚ですね。今のは当たるかなと思ってやりました。はい、もうわかります、ダックハンドのあのガンマン的な言うじゃないですか、あの打ちたやつ、あいつね倒すと一定時間そこに残るんですけど、こいつね、こいつ、あー、間に合ったか、倒してそのガンマンに、うまっ、そのガンマンに魔人拳を当てて、まあ、あのそれでヒットストップ魔人拳狙うっていうのをちょっと今俺やってみたいんやけど、あんまりガンマンを出してくれへんのですよね、ダックハンドはね。なんか割とガンマンにもこの缶出しがちなんでね、ガンマンプリーズ頼むからマジで出して、ブルンブルン、おーみたいなやつ、あれ出してください、あれ頼むから出して、その変な絵からさ、ガンマンくれ、俺にガンマンをくれ。よし、とりあえずリストック奪うか。 OK、ナイス。まあ、崖メテオはね、まあ、受け身取られやん限り結構ね、バースト手段としては結構優秀やからね。あ、危ねえ、謎の魔人拳出ましたからね、ラッキーやった。怖いわ怖いわマジで、え、怖い怖い怖い、マジで怖い、マジで怖い、マジで怖いです。おいおい、やばい、ガンマン出えへんな、ガチで。あ、これはまずいよ、ふっ、来た、このガンマンを倒させてー。ちょっとね、言ったからにはね、一回で見本見せたい。殺すやん、ここに。あー、違う、うー、結構今おったやろ、その場に。あれに魔人拳を合わせると、で、あー、前耐えつつ、ちょっとヒットストップを狙うとね、ファントマ魔人拳と夜は一緒なんやけど、待って、何もできん、ちょっと
喋りながら無理やわこれ実況者いいんでしょうかな、喋りながら無理だほんまに。こういう相手厳選すべきだよこれは。あめ、いや 149% っすよ。もう無理でしょこれ、ぶっちゃけぶっちゃけ。もう頼むからガンマンだけでも出してくれ、あと1回割れへんし、割れなかったらもう割れるんかい、ちょっとボーン割れるんかい、そんなんじゃないね、頼むからガンマンかい、ガンマン。おい死んだこれ、耐えたけど、ふっふっ来た、倒して、なんでやねん。